結束寺は、宮城県と飯東和町にある新言州地山派の寺院。三号は、竹峰山。本尊は、馬頭観税音菩薩で、欧州三十三観音霊場第十五番札所で、ある。事伝によると八百七年、坂の上の田村麻呂が、江戸政党で当地を訪れた際、戦没者の霊と戦死した哀歯を慰めるために、馬頭観音を勘定し、 相場を埋めた塚の上に銅を造営したのが始まりとされる。以来、牛馬の守護神として、それらに従事する者や関係者から信仰の対象となり欧州七観音の一つにも数えられた。平安時代には欧州藤原氏の庇護を受けたが、1570年に消失した。江戸時代には仙台藩主、伊達氏によって再興され、百六十一年に四代。 津村から寺郎を1787年に8代、聖村から馬頭観音堂を1799年に9代、周隆史から三門をそれぞれ寄進されている。三門の屋根は正面三軒、側面島、重層、入りも屋造本川原武き。過去数回修理されさらに1976年に吹き替えられたが、その他は、 創賢寺のままの姿であり、胸の真よけの竜は体になっている。また、右には増長天左には多門隆の四天皇二神を廃止、二階には十二子の守り本尊八神像を安置している。1992年に宮城県から有形文化財に指定された。木造平屋建て桁雪八軒、両行五軒、屋根は入萌屋造り、色瓦武器、 石場県、玄関の間口は2軒、奥行きは5尺ほどある。建築年代は不明。特徴は、玄関の位置が正面ではなく、端に設けてあること、床面の向きが通常のものとは逆向きとなっていること、天井が竿天井であること、近隣では見られない乱話の作りとなっていることなどが挙げられる。三門と同日に宮城県から有形文化財に指定された。 馬頭観音は動物林便の守護物であり、馬の霊場としては日本最古と伝えられる。古にには三十数カ字の末字を有した名刹であったが戦国時代の戦火により消失した。現在の本堂は伊達人志村に再建された。1989年に東は町から文化財に指定された。ありがとうございます。